フラッシング、メインストリート駅は、クイーンズ区フラッシングにある、ロングアイランド鉄道ポート、ワシントン支線の駅である。ゾーン3に属し、シティチケットが利用できる。メインストリートマイナス41番街のキッセナ、ブールバード寄りにあり、ミッドタウンのペンシルベニア駅からは 15.3km、ポートワシントンからは南西 26.73km、離れている。 41番街にある市営駐車場が利用できる。フラッシングメインストリート駅は1853年12月にニューヨークフラッシング鉄道がフラッシング駅として建設したことに始まる。フラッシング駅は1864年10月30日まで NY& 会の終点だった。フラッシング駅は子会社であるノースショア鉄道が クレートネックまで延伸する際に一旦取り壊され、1865年1月から2月にかけて再建された。1868年に駅や路線がフラッシングノースサイド鉄道に買収され、フラッシング駅は1870年には再び取り壊しの上1870年10月から11月にかけて再建された。フラッシング駅は海 NS ホワイトストーン支線にあったフラッシングブリッジストリート駅と区別するためにメインストリート駅に改名されたりした。1870年代中盤には駅と路線がセントラルレールロードオブロングアイランドに買収されてフラッシングノースショアセントラル鉄道になった後、最終的にはロングアイランド鉄道ポートワシントン支線になった。その間、 1873年から1876年にかけてロングアイランド鉄道ホワイト線の東側終端駅であった。1912年10月22日に電化された直後の1912年11月11日にはロングアイランド鉄道がポートワシントン支線を高架化、地下化する取り組みの一環として一旦廃止となり、1913年10月4日に 高架化された。その時点までは、線路は地上を走っており、現在メインストリートをオーバーパスしている、古道橋のすぐ東あたりでトンネルに入って女学校の敷地を潜っていたが、このトンネルや女学校は高架化の際に取り壊された。元はホームがあった、高架下や歩道沿いには地元企業が出展した。重量編成に対応した2本の相対式ホームを持ち、 一番線ホームには西行き、二番線ホームには東行きが停車する。ポートワシントン支線はこの付近では伏線になっている。または1990年障害を持つアメリカ人法に対応するよう、1650万ドルを投じて駅を改築することを計画している。このプロジェクトではフラッシング、メインストリート駅のプラットホームに通りから、 ADA にのっとったアクセスビリティを持たせるために、2本のホームに1機ずつ、計2機のエレベーターを設置する予定である。また、新しい券売所や、店外、新しい階段、プラットフォーム手すりを設け、プラットフォームの照明も更新する。メインストリートの西側から西行きプラットフォームに行くためのエレベーターを設けるために取り壊す、既存の平屋建て商業ビルの用地買収も行う。 新しい入り口は、フォーティースロードから奥まったところにある、現在の入り口よりも安全で、西行き利用者からよく見えるようになる。このプロジェクトで、メインストリートにおける、ロングアイランド鉄道の存在感は、より大きくなる。2013年10月28日に、または、駅の改築に伴う、エレベーター新設用地を確保するための私有地の買収提案に関する公聴会を開催した。 2015年6月時点では、設計作業は完了し、2件のトナントのうち食料品店が買収済みであった。または、または、2015年末までに建設を開始し、2017年までにプロジェクトを完了するため、2015年末までに、王、チャンスーパーマーケットが所有する土地の買収を完了する予定であったが、裁判官の最終決定は、保留になっていた。 2015年12月現在、または、プロジェクトの競争入札のための提案の期限を2015年12月9日としている。ありがとうございます。